えー、こんにちは。FX の相場解説をご覧いただきまして、いつもありがとうございます。そっか、ジの久保でございます。えー、本日はね、ちょっと相場解説できそうにありませんので、もう形だけやってもしょうがないので、相場解説自体はお休みさせていただきます。うーん、まあ、ああの、スイフトっていうのをね、もう FX をやってる方はご存知だと思いますけども、これがですね、ルーブルとの FX をされてる方で言えば、 完全にこれからででできなくななななくるるるっってこととにののかかもも思えるんんんすすけどもこの辺もちょっと分かんないんですよねでルーブルと日本円ルーブルとドルルーブルとポンドさまざ、あ、まな通貨ってのがやり取りされている中でじゃあルーブルに投じていた資金を引き上げた人がどこの通貨にその資金を入れるのかなもしくはどのデリバティブに入れるのかなってことを考えた時にこれ多分ね SWIFT が制限されるなんて。 そんなに、ね、今まで私聞いたことがないんで歴史上あったかもしれませんけどもいやこれほどはっきりとしたあのス i フト停止ルーブル締め出しロシアの海外取引停止っていうのはなかったと思いますのでちょっとねどんな影響が出るのか全く分かりませんよこれ特にテクニカルの専門でやってる私には計り知れないんでテクニカルのお話は何もできませんねで月曜日はとりあえず追加のニュースを見ながら感じながら 相場を見ながらやっていこうかと思いますけどもうんなんだかね逆にどういう値動きするのか週末相場を開けて取引が始まるときに株式相場もそうですけどもうんどうなっちゃうんでしょうね。いいいのは軍事産業だけかもしれないですねこれはミサイルやそれから戦車軍人さんの食料とかを供給している会社は儲かるんですかね。 ちょっと全然わかりませんけども、冷静に月曜日からの相場解説をする中で、まあ月も変わりますしね、うん、まだまだできないっていうのが本音のところです。まあこれでわかる人がいたら逆にそれすごいです。弟子入りしたいですね。はい、ということで以上です。あの相場解説お休みさせていただきます。えー、もうほんと先週とか先々週に引き続いて、特にこの週明け、スウィフトの件もありますしね。 どうなるんだろろううかかっててていいいとこを見なくてはいけません、うんまあこれはねまた別の機会に今回の経験を生かしてっていう話にはならないと思いますけどもめったに起きない事態だからこそまあテクニカルは作用しにくいと判断するのがテクニカルでやっていくトレーダーの判断じゃないかなと思います。じゃあ以上ですありがとうございました